げこげこ。あ、クマさんだ。げこ。あ、カエルさん。げこげこ。クマさんを食べようとしている。カエルさんは虫さんを餌にしてるんだ。僕の姿でクマさん食べないで。げこ。でもよく見たら。カエルさんになって食べたいものが変わっちゃったみたい。これじゃあ好きなおやつが食べられない。サンサン落ち着いて。ゲコ、どうしたの。なんだかお腹がゴロゴロするような。ゲコゲコゲコ。あ、カエルさん。わー、あー待ってよ。ゲコ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 。早いよゲコ。タンさん大丈夫？ゲコゲコゲコ。タンさん。なんか生まれた。ゲコゲコゲコ。クモリン、これはカエルの卵さ。このつぶつぶが？僕が入れ替わったのはお母さんカエルだったんだね。卵を産むための場所を探してたのかも。いやー、なんかニョロニョロしてる。クモリン落ち着いて。ニョロニョロはオタマジャクシだよ。カエルの赤ちゃんだよ。ゲコ。あー、よしよし、赤ちゃんいっぱいだね。お母さんも大変だな。ゲコゲコ。僕も手伝うよ。ご飯食べまちゅか。ゲコゲコ。赤ちゃんには虫さんはちょっと早いみたい。この水草を食べまちか。サンサンすっかりお母さんだね。それじゃあ僕もっとご飯集めてくる。ゲコゲコ。どうしたのカエルさん。ゲコ。カエルさん、子供たちのところに帰りたいみたい。僕も戻ってみんなとまた遊びたい。お待たせ。クモリン前隠れてる。
それはバナナじゃないでしょ。違うの。よく見てごらん。あ、エビさんだった。そうでしょ。そしたら好きな色を型に入れていくよ。じゃあ僕は赤と黄色にしよう。先に型の深くなってる部分に色を入れてね。わかった。黄色を先に入れて、目は黒にしよう。その上から赤を入れて、これでいいのかな。大丈夫。じゃあ次は僕。黄色のエビさんにしようっと。やっぱりバナナなんかい。そうそう。どうなるか楽しみ。じゃあ順番にさっきの水槽に入れていくよ。ドキドキする。ゆっくり水の中に入れてね。型をゆっくり揺らしてみて。こんな感じ。わあ、浮いてきたよ。本当だ。ひっくり返してみて。ちゃんとお魚になってるかな。あ、できてる。かわいい。10分くらいこのままにしたら、普通のお水にお引っ越しして、ちゃんと固まるまで置いておくよ。じゃあクモリンのバナナエビさんも水槽に入れちゃいます。ゆっくり揺らして、型から外して、くるん。本当にバナナみたいなエビさんができたね。食べたくなっちゃう。あ、クモリンダメだよ。じゃあ次は好きな形を作ってみよう。そんなこともできるの？できるよ。水に濡れても大丈夫なものを用意して、上から絵を描いてね。僕、クモリン描こう。じゃあ僕、サンさん。上手に描けるかな。かっこよく描いてよ。わかった。僕も描くよ。あ、色間違えちゃった。まあいっか。あらら、こんな色のサンさん初めて見たよ。でもでも、いい感じにできたと思うよ。ほら、ちょっと怖いけど、なんか面白い。でしょでしょ。僕のクモリンはこんな感じだよ。あー、かっこいい。それじゃ、固まったぷにょぷにょにクリップを刺して、割り箸で作った釣り竿で釣りをしよう。やったー。サンさんと僕、どっちがたくさん釣れるか勝負だ。望むところだ。それでは、ぷにょぷにょ釣り、用意スタート。えぇ、バナナエビさん。よぉ、あー、釣れてなかった。なんでもいいから釣れろ。やった、クラゲさんゲット。バナナエビさん、お願い。やった、釣れた。いい勝負。今度はカメさん。ほんとはって、なんじゃこりゃ。それはオットセイだよ。しまーい。ふぅ、たくさん釣れたぞ。僕だって。じゃあ数を数えるよ。僕は4つ釣れたよ。あ、僕も4つだ。ということで、この勝負引き分け。楽しかったね。今度は絶対勝つぞ。そうだ。ぷよぷよー、カモリン。みんなも作って遊んでみてね。今日遊ぶおもちゃはこれ。パウパトロール大キャストビークル。砂パズルで形覚え。レッツプレイ。天気が良くていい気分。わっ、びっくりした。何があったんだろう。ケント、今から行くからね。わっ、ちょっと。ケント、どうしたの。マーシャル、これを見て。ジャングルで何かが起きてるみたいなんだ。行って確かめてみよう。オッケー、パンパン。マーシャル、ジュズボーン、ファイヤートラック、パンパン、燃えてきた。ジャングルに着いたよ。パンダさん、何があったの。何何。え、キングゴリラさんが怒ってる。どうしてだろう。僕、キングゴリラさんに会いに行ってみるね。エレベーターに乗るよ。
宝箱ってどこにあるんだろう。わっ、落ち着いて、キングゴリラさん。そんなに揺らしたらエレベーターが。わあ、ひどい目にあった。あれ、こんなところに砂山がある。キリンさん、どうかしたの？え、砂山の奥から声がする。もしかして誰かが下敷きになってるのかも。早く助けないと。そうだ、ファイヤートラック、一発体当たり。あいやー、わー、抜けなくなっちゃった。どうしよう、ケント。マーシャルが困ってる。よし、こんな時はパウパトローラー。マーシャル、今助けるよ。パウパトローラー展開、パワーブルドーザー、メンテナンス完了。ラブラブラブっといったんで、そいやー、ありがとう。マーシャルの跡がついてる。この砂山の中から声がするんだ。誰かが困ってるかも。俺に任せたっていい。ラブラブラブー。砂山が崩れた。中が洞窟になってる。入ってみよう。暗いよ。どうなってるんだろう。あそこに誰かいる。あれは原始人さん。見て、後ろに宝箱がある。キングゴリラさんの言ってた宝箱だ。わー、上から岩が落ちてきた。原始人さん、僕たちその宝箱を探してたんだ。あ、待ってよ。これは砂のパズル。え、このパズルを解けたら宝箱を渡してやる。その代わり解けるまでずっと洞窟から出られない。そんな、砂に不思議なデコボコがあるけど、これって一体なんだろう。わかんないよ。何かが砂に埋まっているような。あ、もしかしてこれってパウパトロールの形じゃない？マーシャルが砂に埋まってた時の形にそっくりなんだ。パウパトロールをはめよう。みんな、Z ボタンで応援して。ファイヤートラックはどこだろう。ここかも。なんだか違うような。また岩が落ちてくるの嫌だよ。あ、ピタッと、ぴったりはまった。よし、どんどんはめていこう。次はフライングヘリ。これは簡単だね。長いプロペラがある。ここピタッと、いい調子。パワーブルドーザーは四角いから、ここ。いったーい、マーシャル間違えちゃった。こっち、ピタッと。さっきの四角は別の車みたい。四角い車、四角い車。あ、チェイスポリスか。きっとこれなら、ピタッと大正解。これは何の形だろう。マーシャル、僕わかったよ。地面じゃなくて海を走る車、パワークラフトだ。やっと、さすが。ということは最後の1個はグリーンクルーザー。ピタッと、やったー、全部埋まった。ゲリミンさん、これで謎は解けたよ。早くキングゴリラさんのところに届けよう。マーシャル、原始人さんも一緒に行こう。きっと洞窟に一人ぼっちで寂しかったんだよね。だから僕たちを呼んでたのか。もう大丈夫、一緒にみんなのところに行こう。外に向かって出発。キングゴリラさん、宝物を持ってきたよ。中身は何だったんだろう。あ、バナナだ。キングゴリラさんはバナナが欲しかったんだね。原始人さんも一緒に食べよう。これでみんな一人ぼっちじゃないね。どんなトラブルもパウッと解決。パウパトロール、パウパトロール。クイズタイム。宝箱に入っていたのは何だったかな。ジャングルのみんなでパーティーだ。そうだ。わー、クモリーン。今日は何して遊ぼっか。じゃーん、新品のミニカーだよ。キーン。
ピエン。ピエン？誰なの？僕はピエンの妖精。名前はピエンだよ。そのまんま。悲しい時や困った時、みんなピエンの顔になるんだ。ピエン。サンさんと同じ顔だ。クモリンくん、サンさんが悲しくなること言ったピエン。サンさんの好きなおもちゃ壊しちゃったけど、僕わざとじゃないんだよ。そうだったピエンか。じゃあ新しいおもちゃを渡してみるのはどう、ピエン？それいいかも、サンさん。ピエン、じゃーん、新しいミニカー、新品を買ってきたよ。喜んでくれるかな。ピエン、ダメだ。そうだな、クモリンくんはサンさんに謝ったの？だって僕、わざとじゃないんだもん。サンさんが悲しんでいるのはおもちゃが壊れたからじゃない、ピエン。どういうこと？クモリンくんに謝ってほしいんだ、ピエン。なんで？わざとじゃなくても大切なものを壊してしまったことに変わりはない、ピエン。まずは心から謝ることだ、ピエン。僕が謝らないといけないの？サンさんがこのままピエンの顔だと、僕みたいにピエンの妖精になっちゃう、ピエン。サンさんがその姿に？コモリン、遊ぼう、ピエン。ピエン、ピエン。僕謝ってくるよ。ピエン、ありがとう。頑張れ、ピエン。てくれてありがとう。